さあ、まもなくゲームが始まります。さあ、白いユニフォームの延岡、紺のユニフォームの洛南、準決勝第2試合が始まりました。まず最初にアウトサイドから中を狙います。さあ、インサイド谷口です。谷口にボールをどう出すか、外からか、まだ打ちません。ここで谷口の外からのシュートです。リバウンドです。もう一度谷口、洛南高校のオフェンスです。外へ出して、まだ打ちません。ショットクロックまだあと10秒あります。ここで谷口、のいいですね、はい、あの高さに対してだけ、今のようにそのしっかりと見てプレーできれば、はい、あのあたり問題ないと思いますね。和田一度ボール戻します。長吉です。ジャーラ、2m8cm のジャーラ、ノーファールです。はい、走ってます。ミドルショット比江島、リバウンド和田が持っていきます。すでにジャーラはペイント部分の近くローポストです。谷口が前に出ます。いいですね、はい、このポジション取りが谷口です、いいですね、はい、しかし今のあのポジション取り見てましても、今日の谷口選手はかなりハードプレーになりそうですね。そうですよね、あのやはりその海外の選手とやってる経験があるのとないのとではもう全然違いますからね、はい、アウトサイドのシュートです。リバウンド勝ちました。いいですね、比江島が預けます。佐藤から海老名、比江島は自分で打ちます。リバウンド和田がコントロールします。ゆっくりときます。まだポイントガードの和田の見せ場にはなってきていません。きっちりミートできませんでした。あー、頼むですね、はい、渡辺さん、はい、どうぞ。まあ、谷口君がこれだけ守れると、かなりこれいいゲームになりますね、これね、はい、ですからそうするとやっぱ他の選手の心理状態も悪くなってくるんで、今みたいなターンオーバーも出てくるんじゃないですかね。なるほどね、はい、スティールしました。預けて和田、スリーは打てません。ジャーラに入れます。長谷は外、ノーファールで止めてます。この後こういう速い展開に持っていきたいですよ ね、はい、ですね。長吉を避けた後です。ルーズボール、まだマイボールです。洛南ボール、谷口外から比江島、リバウンドです。リバウンド取れてますね。そうですね、はい、待ちます。エビナ、鈴山、リバウンドです。ゆっくりとジャーラがペイント部分に近づいてきました。ジャーラ対谷口、この部分です。ノーファール、いいですね。和田来ました。スピードを持っていますが外もあって、まあ一試合だいたい10点以上、11、2点、そうですね、ポイントガードとしてはもう理想の得点の取り方ですよね、はいはい、ああ、うまい。これで5対2です。この和田力也が166cm、 60kg です。外から谷口、リバウンドよく取ってます。いいですね、はい、海老名が決めました。試合前には吉田コーチがこの谷口の成長度、対ジャーラと戦った時に今までにもし1対9であれば9をカバーするよりも3頑張ってくれれば7を周りでカバーをすると、チームで戦うという話はありましたが、ただこの戦いに、はい、行った時にかっかしないで
冷静に対処してくれればという話はしていました。そして一番この高さに対して何も動ぜずに普通のシュートが打てるのは誰ですかと聞きましたら、この5番の比江島だと、なんといっても比江島でしょうという話をしていました。おいいですね、いいですね、はい、5対4です。わーですね、バスケットカウントワンスローをもらいました海老名。長吉が大変体つきがしっかりしていますので小柄に見える海老名ですが180センチ76キロです。さあこれで5対7と洛南がリードに変わりました。和田が預けます。川本、いいディフェンスですね、これも、はい、よくディフェンスしてますよね、ここまではやはり洛南のディフェンスが勝っていると言っていいですか。はい、もう間違いないですね、はい、谷口くんがその簡単に後ろだけじゃないんですよね、後ろに回ってサイドハイ、はい、フロントまたサイドハイ、はい、フロントっていう感じで、はい、そのディフェンスをしっかり守ってるんで、はい、このディフェンスがその谷口先生どこまでできるかでしょう ね、はい、ファールは内村に1ついています。延岡、谷口、比江島、ジャーラ、リバウンドです。和田、佐藤が狙いに行きました。和田がつきます。さあ和田のドリブルからパス、もう一度和田に戻すか、戻しました。和田のシュートは3対2、海老名、いいですね、いいですね、はい、よく走れています。はい、落ち着いてますね、はい、これだけやっぱりインサイドやられないとこういう展開になりますから ね、 なるほどね、今楽なペースですね、完全にね、はい、ドアサイドは塚本優子さんです。ジャーラ、まだジャーラへ来ません。インサイドの対策、ここまでうまくいっています。手前本郷コーチ、向こう側が吉田コーチです。クリト和田、リバウンド、洛南ボール、いや延岡ボールです。これでいい、これでいい、これでいい、これでいいよ。相当でもその谷口君のディフェンスが僕は負担になると思うんでね、はい、でも今もドンと当たられた時に当たり負けしませんでした。そうですね、はい、しかしね、あの辺のジャーラのシュートがあんまりないんでね。あー、なるほど、すごいいいディフェンスをしてますよ、これ40分が続けられるかですね、谷口君がね、はい、比江島のレイアップです。こういうランニングプレーが続いていけば洛南の方ポイントが伸びてきますね。そうですね、ただここまで完全に今あの谷口選手は守り切ってますからね、はい、和田来ました。和田にとっての外から2本目です。8得点、比江島、リバウンド、ルーズボールを頑張る、和田がすぐに取り返しました。スピードの変化をつけて待ちます。ジャーラが来る前、アウトサイドリバウンド、海老名リバウンド、谷口勝った、いいですね、ブロック、これはまともに食らってしまいました、ね、そうですね、これでも僕は谷口さんやめないことだと思いますね、確かにね、これまともに食らったんですけど、はい、これぐらいいかないとダメですよね、はい、アンダー18のアジアの選手権に行って戦った相手は中国もいました。そして3位決定戦のところではシリアと戦いました。いいですね、はい、いいですね、ディフェンス、和田です。和田の3は、あー、その前のリバウンド争いでファウルです。長吉がこの体ですから押したつもりがなくても多少の動きがあるかもしれませんが、今のような、はい、
要はその中に入れないでアウトサイドからどんどん打たれて、それをタフなシュートを打たせるようにディフェンスしていけば、ラグラのペースにどんどんなっていくでしょうね、はい、そのリバウンドを確実に一度で取っていけばね。リバウンド、ここまでオフェンスでも頑張っています、ラグラ、11対8です。延岡のメンバー交代、9番横瀬が入っています。さあ谷口、リバウンド、入ったばかりの横瀬がリバウンドを取りました。和田、横瀬、和田、長吉が中にいます。さあこの長吉、下半身強化を図ったということですが、リバウンド、谷口選手いいリバウンドですね、はい、打ちません、打てません。谷口待ちます。エビナ、苦しいところ、ゆっくりフロントコートに入りました。まだジャーラが入ってきません。には来ました、スクリーナーです。ジュースボール頭から行く、狙う、リバウンド、谷口、ほぼ勝ってますよね。そうですね、はい、谷口がインサイドにいます。ゆっくり狙った、来ました。さあこれでポイント追加です。佐藤のシュート決まって14対8。延岡が第1クォーターまだ8点です。なんかゆっくりとゲームが進んでいってる ね、 ね、しかも慌ててボールを回すわけではないですもんね、はい、いつどっちが爆発するかでしょうね、はい、和田リバウンド、このペースだと楽なんですよね、はい、どうでしょう、佐藤、比江島、さやまえび、ああまた取った、またターンオーバーです。あーっと2度目、3度目、4、あーファールです。これは何度も何度もリバウンドで抑えました。このあたりが比江島選手のいいところですからね、はい、渡辺さん、はい、それとですね、はい、今のところでやられてるときにジャーラ選手がやっぱりハーフラインぐらいいるんですね、そうですね、そこらへん戻ってこないとやっぱりリバウンドはやっぱラグナーの方に落ちますよね、今のね、はい、比江島です。188センチあります。毎試合20点以上、8対17に変わりました。ここで第1クォーター終了です。男子の準決勝、今日2つ目のカードです。洛南が17対8と第1クォーターはリードしました。第2クォーターに入りました。和田のドリブルで始まっています。ボールインから和田がもらってドリブル、そしてフロントコートでまた和田。渡辺さん、はい、どうぞ。今のクォーター間の休みですかね、はい、あの本郷先生の方はですね、はい、インサイドのポジション取りをかなり言ってますね、うん、まだジャラは0点なんですよ、はいはい、そこら辺に入れていくとやっぱりアウトサイドやっぱ気持ちよく打っていくことを言ってますね、はい、あと洛南の方はやっぱ高校の一人一人のつくメンバーのやっぱ確認してましたね、はい、ジャーラがまだ無得点、リバウンドの本数でも谷口が勝っています。このシュートは入りました。9番横瀬、さあ現在10対17に変わっています。おお、よく飛び込んだ、エビナ、もう一度です。佐藤に戻します。谷口の外、リバウンド、比江島勝った。ここもまた第2クォーターも順調な入り出しですね、滑り出しですね、問題ないですね、はい、ディフェンスで谷口が今そうですね、懸命に頑張ってますね、はい、アウトサイドです。
長吉198センチ90キロ。外へ出ます。一度内村、平成佐藤です。佐藤ターンして勝ちました。比江島のシュート決まって21対13です。さあまたインサイドのディフェンスをご覧いただきますが、ジャーラに入って谷口、頑張ってディフェンスをしています。これはもう全部ここまで成功ですから ね、 ですね、全部ディフェンスは、はい、21対13、洛南がよく守って、そして攻撃です。比江島、SA、外にいます。エビ、和田、ノーマーク、横瀬が決めました。よく決めましたね、はい。ベンチスタートの横瀬のシュート決まって21対16です。チャージング、エビナファール取られました。これ2ついいプレーしましたね。ですね。シュートも決めた横瀬、今ディフェンスでファールもらいました。読んでましたね、はい。5点差に変わっています。洛南高校のリードは5点。リバウンド勝った洛南、3対2です。3対2、エアボールになりましたがマイボール。反射、比江島決めてきました。9点目です。レイアップ和田、まあ、チーム内の得点が和田の方がまあ、半分ほど取っているんですが、今18点で10点、その和田によるポイントです。ジャーラ選手の得点がね、ちょっともう少し、はい、近い。しかしあのジャーラ選手がまだ0点なんで、はい、この点数が伸びないと延べ角の得点伸びないですね、絶対ね。延べ額は23対18、チャーラがまだ点がありません。和田から横瀬、川本がもらって、ああ打てません。ここで24秒ルールです。ちょっとオフェンスが、はい、その全然成り立ってないですよね。洛南のディフェンスがかなり効いてますね、これは、はい。さあ延岡、普段通りやってくれればというのが本郷コーチのコメントでもありました。谷口がいいディフェンスです。あでもここまでの時間帯15分ほどついて、まだ谷口は今のホイッスルで1つ目のファールです。今これ多分洛南がタイムアウト取ったんで、はい、ここで今のそのインサイドの突き方っていうところをもしかすると指示するかもしれないですね、はいはい。第2クォーター残り5分08秒、23対18、洛南5点リードです。あれだけあそこのところへプレーが集中しそうだという予測をしてヘルプに行かなきゃ、はい、フックはやっぱりね、ライツがもうちょっとな、ちょいとこいつから離れるような顔して、もうちょっと高い位置、もうちょっと高い位置行く、前へ出るような顔して、狭すぎるのかな、もうちょっとね、それとこういうも頑張ってるのにな、スイートポイントまで打たせてかわいそうだと思う。それやったらまだ入りそうな、こっちを使う。
それと、見るだけお前らがね、お前たちがパッシング覚えろゲームなんか、なんかちょっとその、はい、今の洛南の、はい、吉田コーチの話は、やはりそのインサイドに今こうボール集めてくるときに、いわゆるそのヘルプディフェンスですよね、その谷口選手以外のディフェンスのところの、はい、そのポイントのところ言ってましたよね。試合前にもね、そのところの部分を注意したいと言ってましたが、まあ、基本的には、はい、今日の洛南のポイントってあそこがまず第一条件だと思うんですよ、まあ、だからそれのために、まあ、その一つタイムアウトを取るっていうのもこれはもうおかしい考えではないですからね、はい、1本目落ちました。2投目は入っています。初得点は今日はフリースローです。高い高い位置からディフェンス当たってますね、はい、前半の第2クォーターの5分でポイント1。じゃあ本田さん、はい、このゾーンも一つのあれですね、はい、ポイントになりますね。僕はね、うん、ここだと思うんですよ。そうですよね、ゾーンどれだけ洛南に対してうまく使うかだと思うんですよ。今年やっぱり洛南の方がアウトサイドシューターがいないんで ね明確な、去年だったら辻君がいたんですよね、はい。試合前は本郷コーチにゾーンはと言いました、うん、それは時々によってうまくという話をしましたが、このリバウンド取らないで、あ、いいですね、はい、ジャーラがこれは取りました。さあまたインサイドのディフェンスとここのプレーです。谷口がすぐにボックスアウト。それでも2メートルの高さがあります。長吉リバウンド、また延岡来ない。これは洛南の選手よく頑張ってますね、リバウンド、はい、3リバウンド、うわ高いですね、はい、一度待ちます。リバウンドです。外からなかなか、そうなんですね、はい、川本選手もね、本当にいいシューターなんですけど、はい、なかなか来ないですね今日は。ね、毎試合スリーポイントを決めている川本です。リールマンですね、ちょっとハーフコートになってゾーン引いて歯車が狂ってきてますよね、ラグランね、点が伸びてきません。23対19です。このリバウンドですね、あ、取りました、はい、打ちます。さあ今度は延岡、決めれば21点になります。ワンゴール差に詰め寄ります。また長吉を横へ出した、あ、ブロックしました、はい、あ、ファウルになりましたね。ブロック成功に見えましたがファウルです。メンバー交代、そしてタイムアウトです。延べ学ですね、はい、タイムアウトね、延岡学園がタイムアウトを要求しました。シュートが入らないのはなんてことねえんだよ、徹底してきて構わないから、はい、な、それだから一本決まるわよ、それでシューターとしていいんだから、はい、ただしやっぱりシュート打った後は自分でも少しリバンディングに行ってる、誰かがシュート打ったらリバンディング必ずゴール向かっていくわけよ、はい、そうすることによって相手のレースリバンドをタイミングよくランニングリバウンドで調子がいいときはお前はそれをやる、はい、今全然やってない今ここと特にここはもうブロックアウトでなかなかそのままリバウンド行こうとするとよファールを取られると思うんだよ、はい、その点は こいつもそういう状態やわ、あいつの2人はブロックアウトはもう必死なんだよ、お前が言ってんの、はい、取れるって頑張れ。さあタイムアウト明けです。
残り2分29秒で時計を止めてタイムアウトを要求しました本郷コーチです。延岡のスリーポイントが14分の4、ツーポイントが16分の3、はい、16分の3はちょっと厳しいですね。ちょっとというかもうかなりでしょうね、はい、フリースローです。和田です。じゃあただ、うん、その逆の考え方をすると、はい、そのこれだけパーセンテージが悪くて、はい、今この点数差なんですよ。3点ですね、はいはい、だから今あの本郷コーチも言ってたんですけども、シューターに対してとにかく強くで打っていけと、うん、でその後リバウンドに行きなさいと、僕はこれが一番正しいと思いますからね、はい、渡辺さん、ラクナの方はねもうちょっとインサイド攻めた方がいいですね。今確率がラクナの方悪いんで、今中野さんも言いましたけど得点が入らない。もうちょっとインサイドにカットするとかペネトレーションしていった方がいいでしょうね、はい、これね。僕ね昨日のゲームも洛南戦にはもうちょっと僕はゾーンを対応しておけばよかったんじゃないかなって思ってたんですよ、はい、っていうか見てみたかったんですよね、どうなるか、はいはい、これうまい時間帯に農業科学院はゾーン出しましたね、はい、ノーファールです。うわいいプレーですね。ちょっとあの重かった雰囲気にこの塩谷選手が今ちょっと流れ変えれるかもわからないですね。はい、これはよく決めてましたね。バスケットカウントワンスローです。ファール和田は一つ目。ここで4番の今延岡高校は内村が戻します。戻って9番の横瀬がベンチに下がりました。ワンショット。さあ今度は延岡の攻撃です。本当に欲しいシュートばっかりですからね。7点目、あー7点差をつけるチャンスでした。さあ和田、内村から和田、谷口取ってます。高いですね、高いですね、これはやめないですよね。2m8cm。いやしかしリバウンド、これ1本待った方がいいと思いますよね、はい、1本待った方がいいんですけどね、ちょっとバタついたままですね、はい、谷口です。もったいないですね、ロベラクはね。27対20の7点差です。いやでも、まあ、正直かなり重たいゲームになってますよね。ただこの落弾が高さに対してという部分ではね、はい、そこはうまくいってるわけですね、はい、うまくいってるからこの点数なんですよね、はい、ここで前半が終了のブザーが鳴りました。スコアボードを見ますと一つのクォーターかと思うかもしれませんが12対10で第2クォーター延岡が1ゴールリード、トータルは27対20、前半終わりまして落弾高校が7点リードしています。